旧ランプキン群庁舎。現在は、ダロネガ近郊博物館になっている。左、ジョージア州におけるランプキン群の位置右、ランプキン群におけるダロネガの地域。ダロネガは、アメリカ合衆国ジョージア州北部に位置する都市。州都アトランタの北東約105キロメートル、ランプキン群内のアパラチア山麓に位置する。人口は5242人。 地域面積は16.6平方キロメートルである。市は北緯34度31分50秒整形83度59分5秒に位置し、標高は442メートルである。ダロネガは約350キロメートル東のシャーロットと同様にアメリカ合衆国史上初めてのゴールドラッシュに沸いた町であった。百二十八年にこの地で均衡が発見され、 翌1829年8月1日に当時の州都ミレッジビルの新聞で報じられるとゴールドラッシュは芝叩く間に北ジョージア一帯に広がりこの地は金を求めるもので溢れた1837年にはネイティブアメリカンの言語で黄金を意味するデローニッチから転化してこの地の名がジョージア州議会により正式にダロネガと定められた 1838年には、この地で産出された金を用いて、金貨を鋳造するため、造幣局の支局がダロネガに置かれた。ダロネガ造幣局は、同時期に設置された、シャーロット造幣局と同様に、金貨の実を作る支局であった。ダロネガで作られた金貨には、頭文字のディーンが刻まれた。しかし、ゴールドラッシュは長くは続かなかった。1840年代に入ると、 この地の均衡が枯渇し始め、採掘の難度が上がっていった。そこに1849年、カリフォルニアで金の鉱脈が発見されると、金を求める者はジョージアを離れて西を目指すようになり、次第にダロネガは寂びれていった。1861年に南北戦争が開戦すると、ダロネガ造幣局はやはり、シャーロット造幣局と同様に、 南軍に接収され、23年の歴史を終えた。北ジョージア州立大学現在では、ダロネガの繁栄の面影は、市内外のいくつかの施設や建物に残るに、留まっている。市の中心部に立つ、1836年に、完成したジョージア州最古の地方裁判所、旧ランプキン郡地方裁判所は、現在では、ダロネガ近郊博物館となっており、 ジョージア州の歴史建造物に指定されているとともに、金鉱石や金貨、砂金のより分けに用いた道具など、ゴールドラッシュに関する事物を展示している。アトランタのジョージア州会議児童が1957年に改修された際には、ドームにタロネガさんの金から作られた金箔が貼られた。南北戦争中に、また、アトランタ西郊に立地するテーマパーク、 シックスフラックス、オーバージョージアでは、ダロネガの名を冠し、鉱山のトロッコを模した、ダロネガマイントレインというローラーコースターが、稼働している。以下に、ダロネガ市における1840年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。